お中元商戦がスタートしました。鹿児島市の山形屋では大ギフトセンターが開設され、夏の定番商品が並びました。今年もビール、洋菓子、ハムなどが人気になりそうだということですが、コロナ禍ではこんな傾向があるんだそうです。巣ごもりとかおうちご飯とか、そういうのに向けてですね、お惣菜系のギフトという部分をですね、ちょっと強化をしているというのが、ここ最近の傾向です。電子レンジで加熱するだけで産直商品や名店の味が楽しめる惣菜類が巣ごもりギフトとして人気なんだそうです。また今年初登場、東京の有名コーヒー専門店サルタヒコのアイスコーヒー、フルーティーな香りが人気のマリアージュフレールの紅茶セットなど、ちょっと贅沢なおうち時間が過ごせる商品は喜ばれそうですね。会場内は感染対策が取られ、余裕を持たせた展示になっていますが、初日の今日は混雑することもなく、訪れた人はゆっくりと品定めしていました。鹿児島の、名物というか、そういう意味がしたいんですよね。つけ揚げとか、それと黒豚、ハム、少しでも気持ちが届けばいいかなって思って、少しですけど。山形屋によると、去年のお中元、お歳暮ともに大きな落ち込みはなかったということで、今年はコロナ禍前の売り上げを目指したいとしています。お中元商戦のピークは来月中旬で、山形屋のギフトセンターは8月9日まで開設されています。